武田さんが勝てるかどうかで、みんながキラー引退するか決まります。責任重っ。責任を。よし、じゃあ勝つしかない。ちょっとやっていくよ。トンプソンハウス。まずはね、マップの端っこに行ってね、サバイバーを探します。この構成で果たして勝てるのか。まあ、鍵はどんだけお楽しみを貯めれるかですね。オブセッションのことは殴っちゃダメですよ。もう早速回してる。でも私はキックパークがないから発電機を蹴らない。まあここはねちょっと冷静にね。おうまい。でもここで巻き返していくと。この人はオブセッションじゃないんで通常攻撃で殴っても大丈夫です。あと悶絶フックがないんで。あ、おおおおお、スマチャックか。無駄です。今みたいにスマートな着地かもしれないサバイバーは着地する前に殴りましょう。ああ、唯一の遅延パークがなくなりました。今唯一の遅延パークが、私のルインが。ということで今からは遅延パークなしでいきます。これどうしよっかな。こうやってね、折り予測をしてね、こうやっていきましょうね。ここもお楽しみを貯めましょう。お楽しみトークン2です。なんで結構通常攻撃のクールタイムが早くなってます今。これはフック、まあちょっと真ん中の方に吊るしましょう。これ端っこの発電機が回ってなかったんでこっち側に吊るします。でこっからはちょっともう遅延パークないんで、もう何も、もうめっちゃ回るね。やっぱりだって遅延パークないもんね。そうだよね。悶絶のフックもないんでね。まあ2台回されちゃいましたけど、この人落とせればまあトントンかなっていうところです。これはだから絶対この人を落とさないといけない。逆にこの人を落としたら僕は勝てるかもしれない。これはオブセッションじゃない人に救助来てほしいな。多分ね、まだ僕がお楽しみつけてるって多分バレてないんで。あ、来たね。誰や誰や誰、君オブセッションじゃない。君は誰。ミンチ、オブセッションじゃない。これは何て言って大丈夫です。これでお楽しみ貯めて、彼女がオフレコやったら僕の負けでしたけど、オフレコじゃないんで落とせます。10秒待って無敵を剥がしましょう。でこれお楽しみ4トークンあるんで、で今救助に来てたのが2人なんですよ。だから回っても1台なんですよね。まあ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 、これもまあ予想通りなんで全然 OK です。問題はそこにいるのが、なるほど、いないか。これいい試合ですね。ワンチャン負けるかも。うん、なるほど。これはここの発電機が一番回ってるんで、ここに吊るします。でもね、この構成正直ね、キャンプしたら負ける気がするんですよね。キャンプするキラーやのにキャンプしたら負けるってどういうことっていう感じなんですけど。まあこれはもう賭けです。やっぱ回った、早いよ。そうだよね、遅延ないもんね。一人来た、早いね発電機。あ、これで2人来てるんで回らないですね。でこのロメロはオブセッションじゃないんで殴って OK です。 OKOKOK、 2人で来てくれるんやったらありがたい。ジルはオブセッションやから殴りたくない。
OK、これで2人負傷にして、もうここからが勝負相撲。わあ、マジか。今の罰当たらんか。ちょっとまずいな、これは。お家に行かれたくないよ。お家は嫌だ。これ追いたくないな。追ったら負けるな、これ。追ったら負けるけど追うしかないな。だって遅延パークがないから。多分あそこの発電機がつけられる。だって遅延パークがないから。お？見えないよ。この人オブセッションやから罰で攻撃しました今。OK、 オリオン見つけたぞ。ってことはこれロメロしか救助来れないんで、これロメロが回してるかどうかっすね。これもうあとは、いやこれはどうやろうな。あ、来てる。 OK、おーおーおー、なるほど。 OK、 あー危なかった。ロメロちゃんどこ？ジルが回復してないんで、もしかしたら発電機回してるかもしれないんで、こっちに戻りましょう。やっぱいましたね。でこれはOK、あとはロメロを見つけて終わりです。いやー危なかった。勝ててよかった。ロメロさんどこですか？まあハッチ逃げ OK なんで。おお、起き上がらせた。なんだと？ここはまあ発電機をトントンして、まあ、こあ今そこでカラス飛んだんで、そっち側に誰かいます。オッケー、これは飛ぶ読みでバツを打ちます。じゃあもうこれ送っちゃいましょうか。もう発電逃げは OK です。あ、ロメロいましたね。でもおそらくオリがあそこに出るんで、これは救助されますね多分。これは届かない。これは飛ぶ。あー乗れなかった。あー乗れなかった。あーあー、まあ、見えない見えない。やめてそれ。まだ小屋の方におったらいいけど、離れてるかさすがに。ってことはですよ、多分こっちに走っていったんじゃないかな。いやーこのコースやっぱ発電機早くて困っちゃうな。いないねー。あ、おった。イエーイ。これはさすがにまだ起き上がらせれないじゃない。起き上がらせ早っ。これお楽しみの速さ見ました皆さん。もうお家やめて。お家行かないで。まあここのお家もね、基本的に強いから追いたくないんですけど、今みたいに余裕あるときは追って大丈夫です。
そっちつかだよ。はい、勝ちです。ありがとうございました。危なお楽しみ4。じゃあ、あとはロメロさんを迎えに行きましょう。さっきこの辺でダウンさせたから、もう一度発電機をねケリケリしてポイントを少しもらいまして、まあおそらく僕は新環境をこのパークで戦うと思います。でこれは 4% 引かれるかもしれないんでトレイルを敷いておきましょうね。これ見ときます。それでこういうことがあるんですよ。困りますよね。うまい。ここで 4% を引くなんて、うまい。じゃあもうちょっとチェイスしようか。うまかった。オッケー。